ありがとうございました。次は、ノラエステ共選を代表して、ノラエステブックの大原智子さんに発表していただきます。Obrigada, senhora Dimbo. Em seguida, a apresentação da senhora Tomoko Hara, de Araçatuba, representando a região noroeste paulista. Watashi wa Ohara Tomoko to moushimasu.現在、ノロエステ本願寺で婦人会会長をさせていただいております。私は1944年、福島で生まれ、山の中で育ちました。12歳の時に、両親と姉と一緒に先にブラジルに来ていた兄たちのところへ来ました。ブラジルに行きたいというのは父親の強い願いがあってのことでした。最初はフロリダ・パウリスタのファゼンダ・フォルモーザでコロノとして4年間過ごし、その後アラサトゥーバの近くに土地を買い移ってきました。21歳で結婚し5人の子供に恵まれました。うちの家はもともと曹洞宗でしたが、大原家に嫁いでから浄土真宗とのご縁ができました。大原家は鹿児島県出身でしたが、ご両親はとても浄土真宗に熱心な方でした。月命日には田舎のことでお坊さんに来ていただくのは無理でしたから、修斗さんが昇進会をレコードをかけてみんなでお参りいたしました。お修斗さんは出身の鹿児島の島津藩を思い出されてるような、いつも背筋の伸びたキリッとした方でした。その後、子供たちが大きくなり、学校へやるためにアラサトゥーバの町へ出て商売を始めました。家の仕事では、鳥の餌を売っていましたが、そのうち鶏肉や卵を売るようになりました。子供たちが独立するまで、夜も昼も本当によく働きました。子供たちもよく手伝ってくれました。その頃はお寺のお手伝いも今ほどはできませんでした。子供が独立してから仕事を辞め、それからはお寺のお手伝いも少しできるようになりました。行き始めた頃は婦人会は200人を超して大勢でしたし、さらに若婦人会がありましたから、そんなにお手伝いも大変ではありませんでした。急激に人が減ったのは、出稼ぎが盛んになってきてからと思います。たくさんの方が日本に行かれ、それから続くなった方も多いのです。今は皆さん年を取られ、あるいは亡くなった方も多くなり、婦人会も少なくなってきました。なんとかまた増えてくると良いのですが、仏教会会長カルロスさんの考えでカラオケの練習を毎週するようになってから、少し人も増えてきました。おわさじにも週一度でも参加し、ラジオ体操をしたりして、みんなが集まる機会を増やしたいと思います。おかげさまで家族みんなが元気でいられるのは仏様のおかげであると思います。みんな正直で働き者です。いつも守ってくださると感じています。
ありがとうございました。大原さん、ありがとうございました。